15歳なんですけど、2個下の好きな子に七夕祭りに誘われました。初恋なんですけど告白。ちょっと待って、わからん。え、は、え、15歳2個下、13、そっか、でも2個下やもんね。別に2個下やけんおかしくないもんな。そうか、すごいな。ちょっと目覚めたわ、すごっ。いやー、なんか頑張れや。でもこうさ、これさ、ちょっと怖いパターン1個あってさ、向こう13歳なわけやん。13歳からしたらさ、15歳ってさ、近所のお兄ちゃん扱いされとる可能性ない？わかる？いやでもさすがにないか、中1と中3でしょ。だってさすがにないか、さすがにないか。中1中3なら部活の先輩後輩みたいな感じだけど、まあ中3中1ならいっか、学校一緒ならまあまあ全然あるか、あるのか。ただのじゃあ熱い話やん。うわー、でも別に濃く、うわー、でもどうなんやろ。とりあえず、まあ、夏祭り次第じゃない、その夏祭り次第でしょ。でも脈ありでしょ絶対に。だって13歳女子なんか、いや知らんよ、俺は13歳女子やったことが一度もないけん。13歳女子なんか祭り友達と行くのが楽しいに決まってるもん。それをお前日光先輩の男と差しで行くなんて、そ絶対に脈ありやけん。それは小栗側に持っていった方がいいけど、夏祭りのお前の手応え次第ではやめた方がいいと思う。でも別に多分俺はいいと思うけど、めちゃくちゃ熱いよな。いや俺たちが失ってしまったロストオブスクールライフや。いいなぁ。えし、中1側の女の子も絶対友達とかにさ、こう分かる。おいシリ、今反応してくんな。すみません、よく分かりませんじゃねえ、お前には分からん。いやこれなんか絶対さ、絶対女の子側もさ、なんかクラスの友達とかとさ、こう分かる。2個上の男の先輩と夏祭り行くって、そっちはそっちでだいぶあっちいよな。ねえ聞いてよとかなったわけや。今度の夏祭り2個上の先輩と行くんだ、みたいな。2個上の男の先輩と行くとやばーみたいな。あんた告られるんじゃないとみたいな。告られたらどうしよう、うわーみたいな。なったわけや。お前堂々としとけよ、お前それ先輩やけんな。くっそあちいやん。いやそんなんだってめっちゃワクワクせん。甘酸っぱい甘酸っぱくていいな。最近のガキはな、混ぜてるからな。いや羨ましいよな。でもよ、正直よ、街中でよ、ガキンチョが楽しそうにしてんの見るとよ、結構ニコニコしちゃうよな。こうなんかさ、俺がさ、日本で住んだと結構周り住宅街なんやけど、この住宅街でさ、こう学校帰りの中学生のこう分かる、明らか先輩と後輩とか帰っとったりするわけよ。それを俺なんか分かる、コンビニとか行きながらおじさんコンビニの袋を持って、冷食いっぱい入っと袋とな、親子丼チンしてもらった袋を持って、あとタバコのカートンとか、こうなんなよ、こうなんなよ、ないしはお前もすぐこっち側やけんなと思いながら、その対比悲しい。やめろよ。今度好きなこと夏祭り行くんですけど、アドバイスください。この前もあったわ、この夏祭り米。あのね、多分別のやつやけんもう一回言うけど、浴衣着てけよ。夏祭りで浴衣着てこん男つまらんぜ、多分女からしたら。だって女絶対浴衣着てくるけん。あと夏祭り行ける時点で脈ありと、お前気づいてないみたいに教えてやるね、間抜け。お前は好きな女の子と夏祭りに行けるだけでもうすでに脈ありなよ、バカが。わかった、クソ野郎やけん、絶対に浴衣を着ていけ、ゴミ。わかったか、じゃないと女の子だけ浴衣着てきて恥かかすんじゃねえぞ、短所。わかった、絶対幸せにしてやるよ、カスが。マジ許せんわ。いいな、俺も女の子と夏祭り来て、やいいな。だって絶対脈ありやもん、そんなん勝ち組やない。バリ羨ましい、バリ羨ましいけん、アドバイスの間に悪口混ぜてやった、バレン程度に。バレンかったやろ、一瞬過ぎて気づかんかったやろ。恐ろしく早い悪口、俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。分かったか。あとあのね、ジンベエはあんまりおすすめせん。ジンベエめっちゃ人選ぶけん、マジちっちゃい子みたいになるよ。俺は前回分かりやすい例としてユタボンをあげたけど、ユタボンみたいになってしまう、夏ジンベエ来たら。夏ジンベエってなんか似合わんやつが着ると、あの祭りに行く格好じゃなくて虫取り網か麦わら帽子をかぶせたくなるんよ、ジンベエ似合ってないやつ見ると。さあもう祭りに行く格好じゃないから、浴衣着てけ、浴衣着ていったらとりあえずどうにかなるけん。そうだ、意外とね、多分そうで、マジでどっちも私服で来る男は思うな。俺夏祭りもう私服で行くのマジもったいねえと思うもん。楽しめや浴衣を。浴衣着る機会なんかあんまないやろ。俺浴衣結構好きなんよね。てか
そうそうそう、え結構夏ね、日本におるときね、でなんか夏の部屋着浴衣でおるぐらい俺結構浴衣好きなんやけど、そう浴衣着る機会なんかあんまないっちゃけん、いっぱい着とけよ浴衣着てこうとかマジな、そうやろ、いやな、女の子がはしご外された気分になりそうやね、うち浴衣着てきたのにえみたいな、寂しいってなるよね、やけんなんかで、その後浴衣でセックスできるけん、そのオプションまでついてくれとって、わかった、浴衣似合うの腰一丁いけない、いやそんなことないよ多分、全然そんなことないと思うよ、浴衣は意外と多分別に、いやジンベエか浴衣なら浴衣でしょ、首が長くてやましい、やこれさ昔俺コンプレックスやったっちゃ、小学校の頃キリンって呼ばれとったりしてから俺首長いの嫌やなって思っとったっちゃけど、顔が小さいだけやったわ、首が長いんじゃなくて顔が小さいだけでした、大人になってから気づいた、ありがとう教えてくれてありがとうな、みんなそやけん、こう大人になってからなんか自分のコンプレックスやった部分が長所になる、カッチンってよこれが長所になったりするところがあるけん、やっぱ今学生でこうなんか例えばお前なんとかだなって言われとうかもしれんけど、おいおいね自分のすごい武器になったりするかもしれんけん、こうなんか自分の見た目とか自分の部位で悪口言われるやつがおっても、俺みたいにこう将来気づきがあったりするけん、あんまり悩まん方がいいと思うよ。でこのいい話締め、あんま攻めれんやろ、いやめちゃくちゃ攻めてるわこいつら、こういい話にして締めたらこの意外とあんま攻められんかなと思ったら、もうお前らそんなんじゃ止まらんかった、ぐらーぐらー、全然止まんねえこいつら、あー止まんねえ、俺の力じゃ止まらん、そう分かったか、貧乳は武器にならないじゃん、あバカ俺貧乳好きやし、俺のセフレめちゃくちゃ貧乳いっぱいおるよ、なんならどっちかっていうと父でかい女より父小さい女の方が多い、俺無意識に貧乳好きなのかもしれん、イライラしてきたわとか言って、お前らのこと大好きだぜ、一生俺に悪口言ってくれや、その作戦見破った、俺が手のひら、俺が術式また言えんかった、術式を開示するってマジ言いにくくない、いやこの前さ社長とね漫画の話をしとって、でこうさ呪術廻戦の話になったんやけど、と俺このなんか呪術廻戦の中で一番好きなポイントっていうか、なんかしっくりきたポイント、こうなんかわあこの人頭いいなって思った部分があって、それがこうなんかさ いろんな漫画でさ、さっきやっぱさあの敵も味方もさ自分の能力をさ説明するやん、わかる、俺の能力はなんとかかんとかかんとかで、なんとかかんとかになって、なんとかかんとかになるぜみたいな、わかる、でもあれって相手に伝えるのってめっちゃ間抜けやん、だって自分の能力なんか隠しとった方がいいけん、やけんその文章って読者に向けてやん、でも読者に向けてって漫画の中の世界からしたら違和感あるわけ、やけん俺ずっとその不用意な個人の能力の説明に違和感がずっと当たっちゃうんで、それを呪術廻戦は術式を開示することによって自分がリスクを背負うことによって術の効果が上がるっていう メリットデメリットで釣り合わせて、この読者への説明とこう自分の術式能力向上を同時にするっていう、マジですごいなっていうなんか話を最近社長としとって、呪術の作者すごいよねっていう、いや、 やっぱ あのシステムがやっぱ一番こう未踏側としては違和感ないよね、そうそうそうっていう突然出る呪術廻戦の話でしたでも別に父大きくても、父大きいのコンプレックスやば、お前それ絶対よそで言わん方がいいよ、お前女から集中砲火されて男から持ち上げられるよ、難しい状況になるよ、男から持ち上げられたところを女から集中砲火されるけんやめた方がいい